エトラちゃんは見た。俺は徳さ。これは俺が地元広島から上京して専門学校へ通うことになった時の話だ。着いた。ここだ。まず大家さんに挨拶しないとな。はい。はじめまして、102号室に越してきた徳さです。よろしくお願いいたします。ああ、あなたが。私は大家のあざみよ。よろしくね。はい。あ、そうそう、徳さくん、これからお隣さんに挨拶する予定あるかしら。お、はい、今から行こうかなと。左の101は空室でね、右の103はちょうど昨日引っ越してきたばかりなのよ。そうなんですか。そうそう、その子もあなたと同じく地方から越してきた学生さんらしくてね。見た感じずいぶん可愛らしい子だったから、変な気を起こしちゃダメよ。いやいや、もちろんそんなことはしませんから。まったく大家さんめ。初日からからかってくるとは、先が思いやられる。あ、お、こんにちは。あの、もしかしてお隣の方ですか。あ、はい、どうもこんにちは。すごいタイミング。102の徳佐です。よろしくお願いいたします。ちょうどこれから挨拶をしようかと思ってまして、これよかったら。あ、ありがとうございます。私は103のツツジです。よろしくお願いいたします。はい。おお、予想してたより可愛い子だった。お父さん、お父さん、お隣さんが挨拶に来てくれたよ。うん。あ、やばい、下手なことしたら殺されるパターンのやつだ。これ、ご挨拶の品をいただいたの。おお、そうが。隣で娘さ、世話になります。こちらからも、よかったらどうぞ。ありがとうございます。ちょっと怖いが、普通にいい人そうだな。それにあの訛り、東北の人か。っていうか、あの二人、本当に親子なのか。こうしてちょっとビビりはしたが、お隣さんとの挨拶は無事終了。そして数日後、行ってきますと。あ、そうか、ツツジさん看護学校に通ってるんですね。はい、そうなんです。まさか徳佐さんも同じ医療系の学校に通ってるなんて、ちょっとびっくりしちゃいました。まあ俺は放射線技師ですけどね。でも同じ業種を目指してる方がお隣なんて心強いです。ご挨拶の品もかぶってましたし。いや、それですよね。俺たちはその後もたびたび途中まで一緒に通学したり、わからないことがあればお互い質問し合ったりと交流を重ねた。そんなことが続いて。あの、ツツジさん、手つないでいいですか。はい。俺たちはいつの間にかお互いを意識し合い、いつしか隣人から大事な存在になり、俺たちは交際することになった。そして俺とツツジが付き合い始めて1年後のことだった。それでね、徳佐君ってもすごく優しくて、私がどじなことしちゃっても笑って許してくれるの。本当にいい人だよ。おお、そうが。ツツジ、その彼氏のことだが。ツツジのお父さんが俺に会いたい。うん、東北の実家まで来てほしいって。それは俺の娘さ、手出して。ええ度胸だ。絶対生きて返さねえ。もしかして俺殺されるのか。さすがにそんなことはしないよ。でもいつもとちょっと感じは違ったというか、ちょっと怖いくらいの真剣な口調で、旅費は出すから夏休みに帰ってきなさいって。やっぱり殴り飛ばされるやつだ。はあ、いや、でも仕方ない。ツツジのお父さんにはいずれちゃんと挨拶しようと思ってたしな。いい機会だからけじめつけるよ。うん、ありがとう。こうして俺たちは夏にツツジの実家まで足を運ぶことになった。一応一丁羅を着てきたが、果たして大丈夫かどうか。あ、お父さん。おう。うわー、やっぱり怒ってる。駐車場さ、車止めてある。乗ってけ。うん。ありがとうございます。落ち着け。今日は殴られてでもツツジとのことを理解してもらうんだ。そのために来たんだろ、徳さん。うん、そう、ここだ。おお、大きな家ですね。ああ、うちは建築業の会社さ、やってたんだ。なるほど、そうなんですか。ということは家兼事務所みたいなものか。しかし誰もいないところを見ると、今日は休みなのか。今日は遠路はるばる来てもらってすまねべな。どうしても君と話がしたかったんだ。はい、来た。いや、しかしここは俺から言うべきか。あの、僕は今ツツジさんと。おお、分かってる分かってる。最初に会った時、なんぞ優しそうな人だと思ったんだ。君に対して少しも心配なるしでね、いつもツツジが世話になってる。
本当にお気に。あ、よかった。怒ってるわけじゃなかったのか。こちらこそ、大事なお嬢さんとお付き合いさせていただいてるのに、挨拶の一つもせず申し訳ありません。俺は1年間ツツジさんとお付き合いをさせてもらってますが、こんなに優しくて温かい人は他にいません。今はまだ学生同士ですが、いずれ結婚も視野に堅実なお付き合いを続けたいと思っています。徳作くん。ああ、俺の目に狂いは願った。まんずいい人さ、会えてよかったな、ツツジ。お父さん、これでツツジさん安心して任せられるっす。徳作くん、今日は君に頼みがあってここまで来てもらったんだ。お、頼みですか。ああ、君、ツツジと一緒に暮らしてやってくれねが。え、あの、それはどういう。どうしたのお父さん、急にそんな話。ツツジ、黙っててすまねな。実は俺な、会社さ畳んじまったんだ。え、ツツジのお父さんが言うには、ここ数年工事の件数は変わらずとも安く買い叩かれることが増え、赤字になる一方だったらしい。それならいっそと会社を畳んだのだそうだ。従業員全員再就職さこぎつけたことは幸いだったが、私はこの通りまだ勤め先が決まってねえのですわ。そんな、言ってくれたらよかったのに。俺が不甲斐ないせいで辻に心配かけたく願って。ああ、こっちはそんなに再就職が難しいのですか。ああ、俺は娘すら満足に大学さ出せないダメな父親だ。学費さ何度かできても生活費が足りねえのす。まだ婚約もしでねえ君にそんなこと頼むのもずうずうしいが、娘さ一緒に住ませてやってくれねえべか。お、もちろんお金のことで迷惑はかけねえ。今度は俺だ。お父さん、ちょ、やめてください。そんなことしなくても大丈夫ですから。ええんだが。はい、ただ大事なお嬢さんのことですから、俺の一存ではここではっきりとお返事できかねます。少し時間をください。相談したい人がいるんです。そして俺はある人物に電話をかけ、事の経緯を説明した。ああ、うん、わかった。ツツジ、お父さん、連絡が取れましたよ。急なことで申し訳ありませんが、今から広島まで来てくださいませんか。え、そして俺たちは東北に来て早々広島までひとっ飛びすることになった。俺が電話で相談した相手、それは、おーい、親父。おー、徳さん、遠かったじゃろ。ああ、まあな。それで、この人たちが。ああ、今お付き合いさせてもらってるツツジさんとそのお父さんだ。そう、俺が相談したのは広島に住む俺の両親のことだ。実は俺の親父も土建業を営んでいた。ちょうど建築分野に強い人を探していたということから、ツツジのお父さんをここまで連れてきたのだ。うちは小さいが仕事はなんとかありますから、ぜひお話を聞かせてください。はい。わしと立花さんは仕事の話があるけ、徳佐とツツジさんは広島観光でもしてつかあさい。わかった。こうして俺たちは3時間ほど地元観光をすることに。お父さん、大丈夫かな。心配ないよ、きっといい方向に行くと思う。うん、ツツジも不安だよな。ずっとあのお父さんが働いてきたところを見てきたんだろうし。ツツジ、お腹空いてないか。お好み焼きでも食べに行く。3時間後。さて、そろそろ帰ろうか。ただいま。なんだ、もうあんなに打ち解けたのか。お父さんがあんなに笑ってるの見るの久しぶり。同業者同士意気投合したみたいね。おお、二人とも帰ってきたか。ツツジさん、ちょっと大事な話があるけ、こっち来んさい。はい。事情は聞かせてもらったけ、持参してもらった図面を見させてもらったが、君のお父さんは建築士として素晴らしい腕を持っちょる。じゃけ、ここで働いてもらうことになった。え、でもお父さん、東北の家はどうするの。あのままうちにいてもしょうがねえ。当分ここさ世話になってから帰ることにした。ツツジさんには申し訳ないが、しばらくここを実家だと思ってくれんかの。もちろんお父さんは優秀な建築士じゃけん、すぐに立ち直ってまた会社も立て直せるじゃろ。だからあなたはお父様のことも生活のことも心配しなくていいのよ。ありがとうございます。父を、どうかよろしくお願いいたします。徳佐くん、黒木さん、本当にお気に。こうしてツツジのお父さんはしばらくうちの実家で建築士として働いてもらうことになった。その間ツツジはあのアパートの一室を引き払って、
俺の部屋に移り住むことになり、お前ら二人の生活費くらいどうにでもなるけ。勉強して遊びにさい。親父のお言葉に甘えて俺たちは勉強に打ち込めることになった。その結果、やった、放射線技師試験合格した。おめでとう、徳さん。俺は試験を突破し、卒業後は家の近くの病院へ就職。ツツジもその1年後に看護師試験に合格し、俺と同じ病院へ就職した。そしてツツジのお父さんはというと、いやー、立花さん鬼神のごとき働きぶりじゃけん、わしら圧倒されっぱなしじゃ。特に製図してる時なんか、迫力のあまり誰も声なんかかけられん。うちにはもったいないくらいの人じゃけえの。そうなのか。その後、立花さんの製図技能が高く評価され、現職員の社宅リフォームや県外での大きな仕事がたくさん入ったらしい。そのおかげでうちの実家の売り上げは最大 70% 増にもなり、後継者育成などにも協力してもらった後、立花さんは再び自立して、また東北で会社を立て直すことができたのだった。そして今でもうちの実家とは協力企業として得意分野の技術を相互提供している。お父さん、今度は県のイベントの仕事が入ったんだって。毎日忙しいみたい。ああ、もうすっかり安定してるみたいでよかったよ。それもこれも徳沙君がお父さんのことを助けてくれたおかげだよ。本当にありがとう、ツツジ。私、徳沙君や広島のお父さん、お母さんには感謝してもしきれない。それに小さい頃にお母さんが天国に行って以来、ずっとお父さんにも負担をかけてきちゃったし、私、人から与えてもらうばかりでなんだか情けないや。ツツジはお父さんや俺に頑張れる力をくれてるんだから、情けなく思うことないよ。それにお父さんにはこれから恩を返していけばいいさ。うん、それで恩を返すにはまずどうしたらいいか考えたんだけど、今度は俺たちが幸せになって親を安心させるのはどうかな。それって、結婚しよう、ツツジ。二人で新しい家族を築いていこう。はい、よろしくお願いします。こうして俺たちは結婚し、夫婦となった。あの時たまたま部屋が隣同士だっただけで、こんな未来が待ち受けているとは、俺もツツジも全く予想していなかったが、ツツジのお父さんも立ち直り、うちの実家の会社も大きくなり、そして俺たちが幸せになって、本当に奇跡のような出来事が重なったのだった。現在俺たちには子供もできて、お金を貯めて家を購入し、あのアパートから引っ越した。あのアパート、今はどんな人が住んでるんだろうね。ああ、次に住む人たちにもいい出会いがあるといいな。人生はいつどこで何が起こるかわからない。俺たちが出会ったきっかけとなったあの場所で、また誰かが幸せになっていればいい。ご視聴いただきありがとうございました。同じアパートで同じような業種を目指している学生、そして引っ越してきた日も同じくらいだなんて、それだけでちょっと運命感じちゃいます。そんな二人が本当に生涯の伴侶となり、立花さんを救い、黒木さん一家も良い業績に落ち着いたり、幸せの電波がすごいですね。それに恩返しが自分たち夫婦が幸せになることだなんて、素敵な考えだなと私は思います。次の隣人さん同士はそんな出会いとなるのでしょうかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。